はい、皆さんこんにちは。そろばん式暗算が子供の右脳を鍛えるな著者の甲子郎です。今日はですね、ちょっとね、いつも授業終わってからいろいろ保護者の方とか、あと残ってる生徒がね、うちのそろばん教室は8時35分に終わるんですけれども、9時30分まで練習していい子は練習してますし、勉強してる子は勉強してるしっていう感じで、中学生なんかはね、実は授業中でも勉強してもいいよっていう意味でお伝えしてたりはするんですが、そんな中でね、やっぱりこの今日ちょっと厳しいテーマですね、受験勉強。やっぱりこのチャンネルでもたびたび話題になりますけれども、5年生くらいでね、なかなかね、今勉強してて成績が上がらない。そして例えばある塾ではクラスの下の方、そして本人も勉強したがらない。でそういう人たちって受験するべきなのかなっていう、そういう話なんですね。で例えばね、これあくまで中学受験なので、僕はしてないですが、うちの弟はしてますね。うちの弟は中学受験で、中学受験をしたくないのに無理やりさせるっていうことですよね。これちょっとかなり厳しい言い方にはなるんですけど、したくないのに無理やり塾に行かせて、例えばやりたくないこともやめて、やりたいことを例えば習い事とかでやめて、でその子にとっては、そうするといやいや勉強もやらされて、しかももともと好きだった習い事もやれない。このモチベーション、そうするとそのモチベーションって一体何になるのっていうことは僕はすごく感じたんですね。ある保護者の方と話してね。で、ある程度自分がね、受験勉強嫌じゃなくて、目指すべきところの学校もあってっていうことだったらまだわかるんですけれども、なんか別に親にただやらされてるだけ、ね、特に中学受験ってどちらかというと、もうこれはもうはっきり言ってしまいますけど、やっぱ親の意向がどうしても強くなるのは間違いないですね。高校受験は、僕は高校受験なので、慶応行きたいと思って、勉強を一応してたので、うちの弟自身もやっぱ慶応中等部に行きたい。で、自分で勉強しようっていうのがやっぱり少なくともありますから、で少なくともそれがない中で無理やり勉強習慣を無理やりつけろって言われつけさせられて、でこれはねやっぱりかなり無理だと思います。でね、じゃあどうすればいいのっていうと、小学生のうちは僕自身はね、別に5年生6年生で普通にピアノ弾いて、それからそろばん塾結構行ってて、でそれから友達と普通に遊ぶし、あと野球ね、やっちゃいけない公園とかで、ね、野球やってめっちゃ怒られてましたけどみたいな感じで、で野球のし、公園で野球やってたんですけど、公園で野球の試合やった後に、なんか自分でスポーツチームみたいなのを作ったりするのがなんか楽しかったんですけど、なんていうのかな、今の世の中ってなんか都心だと特にそうだと思うんですけど、なんか無理やりさせ受験をさせてお金を使って、当然中学受験っていうのは当然お金がかかります。高校受験もそうなんですけど、多分僕が思うに、金銭的な負担も、精神的な、心理的な負担も多分中学受験の方が重いと思うんですよ。親にとってもやっぱり親が頑張らなくちゃいけないですし、ね、で当然学習塾っていうのはいっぱいあるので、学習塾はたくさんやっぱり儲けたいから、早めに囲い込む。今なんかサピックスなんかだともう1年生からね、囲い込みをしているようですけれどもね。で、ちょっと言い方が悪い、たちが悪いのが、ほら、高学年になってから受験勉強したいって言って入ろうとすると入れないっていうケースがあるそうですね、教室によっては。でそれもね、実は塾の囲い込みの作戦だと思ってるんですよ。やっぱり早めにやらないとダメだよって言いたいんですけど、息切れしません？1年生とか2年生からでずっと6年生までやるんですよと思うと、いや僕は無理ですね。だってその小さい子供たちがね、無理やり やるっていう、無理って、さっきも言いました、無理やりじゃなかったらいいんです。自分が勉強したいとか新しいことちょっとやってみたいなって少しでも思ってるんだったらいいんですけど、こんな無理やりそろばん、そろばんじゃない、勉強はね、今日そろばんの話全くしてないんですけど、勉強がそんなに別に好きじゃないのに、その子は分かんない。今だったらラグビーとかサッカーとか、いっぱい盛り上がってるじゃん。バレーボールとかもね、日本で結構やっぱり活躍してる選手いっぱいいますし、で例えば自分が例えばそのスポーツとかが好きだったら、スポーツを犠牲にするまでそれ塾行く必要あるみたいな、そういうふうに思っちゃうんですね、そんな早くからっていう。でその場は違いますよ。その場はやっぱり小さい頃の方が右脳がしっかり鍛えられるから、やっぱりその時期に通わせた方がいいっていうのはあるんですけど、学習塾っていうのは特に中学受験を目指してるのあれば、そんなに早く行く必要は僕はないと思ってますね。
1年生2年生から周りでもそろばん教室通ってる人は1年生だ、やっぱり2年生とかは早すぎますよね。3年生ぐらいだったらまだわかるかなって思いますけど、それの受験までの期間を考えてくださいってことですよね。3,4,5,6 って長くねっていう。僕はやっぱり中学のその高校受験してるので中1の4月から、塾行ってましたけれども、それで3年間でちょうどいいぐらいだと思ってるんですよ。ちょうどいいぐらいで、中1の時は僕週2回ですよね。川崎予備校ってとこ行ってましたけれども、でもちろん小学生と中学生で、だから中学受験と高校受験が一概に一緒とは言えないんですけど、一緒とは言えないんですが、じゃああなたの例えばお子様が今そんなに勉強も好きじゃない、だけど別にやりたいことがある、ただしまあこれはね大事なことなんですけど、別にやりたいことがあるんだったらそれやりたいことを一生懸命やりなさいっていうことはすごく大事だと思うんですね。で、例えば何でもいいですけど、今だったら本当にね、昨日なんかも、スマホを買ってもらった女の子がいて、で、スマホを例えば研究するっていうぐらいの勢いでスマホを使いたかったら、それだからやればいいと思うんですよ。やればいい。だから夢中になるっていうよりかは、スマホでこういうことができるよとかね、例えばそれをまとめるぐらいの勢い、それから人に伝える、どんなものがあるのか、ね、そういうことを伝えていくのであれば、まあ、わかんないですよ、それは YouTube とかどういう媒体になるのかわからないですけど、それぐらいの意識を持ってやるのであれば、やっぱりそっちには、ね、シフトすればっていうふうに、お家の人が言ってあげてもいいでしょうし、でやっぱりこの世の中って何か特徴を持っている人たちっていうのが、やっぱり生き残っていくと思うんですね。僕、この間の講習会で、学校連盟の講習会で、もうとにかく破天荒になれと、僕は1ヶ月に1回海外に行きますと、で1ヶ月に1回行くと。で、そろばん教室絶対暗算は3桁かける3桁までできるようにしますとか。まあ、とにかく普通のそろばん教室だと。要するにね、まあ、これもちょっと受験の例に例えてしまうと、偏差値50から55ぐらいじゃなくて、やっぱりどこか飛び抜けてる。例えば海外に1回、1ヶ月に1回行く人って考えたら、まあ、偏差値じゃないですけど、1ヶ月に海外1回行く人って、まあ、世の中にほとんどいないじゃないですか。ただそれが上位多分 1% には入ると思うんですね。そういう意味でね。だから何でもいいんですよ。自分が持ってるもので、それで例えば僕なんかはすごく実はマイルの研究とか、そういうふうにどこから、どこに飛んだ方が安いとか、そういうのすごく調べたりします。その場合以外のね、今その話はちょっとしない、そういうのが好きなので、そういうことをやってますっていう感じなんですけれども、さあ、じゃあまあその中で、例えば勉強をするとか、例えば鉄道が好きな人、電車乗るのが好きな男の子だったら、電車を乗ることを通じて、漢字、地理、それから、あと、まあ、電車の仕組み、そういうところで理科を覚えていくとか。まあ、だから、その机に向かうだけが勉強かっていうと、本当はそうじゃないですし、好きなことを突き詰めていくことによって、さらに実は自分の、翻ってね、勉強の能力が上がっていくっていうことも、これ十分あるんですね。例えば僕なんかだと、僕はずっと正直英語圏に住んでいたことはないので、英語は正直言ってそこまで喋れません。海外にはしょっちゅう行きますけども、まあ、もう最低限なので、必要最低限なので、で、その英語をじゃあ勉強したいっていうわけじゃなくて、ワンマイルアットタイムみたいな、あとはロイヤルロビーみたいな、ですね、これ英語のマイルに関するチャンネルがあるんですよ。あ、チャンネルっていうか、ホームページね。で、そうすると、そこを見るんですね。だってなんでかっていうと、マイルの情報って日本語よりも英語の方が新しいものが多いからってことなんですけど、結局だからそういう風に翻ってみると、英語をだんだん覚えざるを得ない。もちろん専門分野しかわかんないですよ。基本的に住んでなかったらそんな日常生活なんかね、言語を学ぶには、僕は台湾に少し住んでましたけど、そこの地域に住んで、その人たちと一緒に生活してれば勝手に上手くなるんで、その語学が上達しようと思ったらね、もうその身に環境を置くしかないと僕は思ってますけれども、はい、まあ、それちょっと余談でしたけれども、とにかくね、やっぱり中学受験も無理やりしようっていう、特に都心気をつけなきゃいけないんですよ。周りの人たちがみんなやってるからやらなくちゃいけない。そんなことはないんです。で、しかも公立中学校。公立中学校越境って言って、ちょっと、自分の通学範囲じゃなくても行くことができるんですね。行くことができる。じゃあ万が一そこにも抽選で行けなかった、じゃあ地元のなんか評判の悪い公立中学に行くことになったとしましょう。だんだん最悪になったとしましょう。そしたらどうすればいいと思いますか。どうすればいいと思いますかね。今ね、幸いなことにね、学校行かなくても勉強できるんですよ。本当にオンラインのものもありますし、逆に言うとそこで学習塾だけ行くっていう選択肢もあるでしょうし、フリースクールっていうわけじゃないですけどもね、アメリカとかでね、学校行かずにいろいろやるっていう。だからね、選択肢が広がってるので、何か困ったらその時に考える。学校は必ずしもね、いじめとか今いろいろね、教員だってなんかいじめを受けても本当かわいそうだなってそれは思いますけれども、だから、
そうなった時には別にその方向にあの方だから、なんだろう、嫌な環境に入れたくないっていうふうに思っていらっしゃる方も確かに分かります。気持ちとしては分かるんですけれども、そもそも僕の時代と比べてみれば、だから要するに、だから僕世代の人たちが今親に、まあ僕よりも5個10個ぐらい上の方かも、僕ぐらいの年の方もいらっしゃるんですけど、じゃあ本当に効果がじゃないや、効率本当に悪いのか。僕は公立中学校でした。全然悪くないんですよね。下田中学校というところでしたけれども、別に全然、何一つ悪いところはなかったかなとは思っています。別に不良っていうことで、ね、言われるような子たちもいましたし、でね、これも語弊を招くかもしれないんですけど、偏差値が例えば、40ぐらいの学校に行くのと、じゃあ公立の普通の地元の中学校に行くのと、自分にとってその、親にとっても子供にとってもどっちに行く方が良さそうっていうことも考えた方がいいんですよね。で、どうせそういう、まあ、そう、まあ、言い方良くないな。別にそういう選択肢もあるんですけど、私立に例えばすごくたくさんお金を払っていくぐらいだったら、公立に行かせて、好きなことを伸ばすようにお金を使っていくっていう選択肢もあるわけです。ね。必ずしも私立とか必ずしも、まあ皆さんね、中高一貫とかっていうのは、確かにそれは目指してるとは思うんですけれどもね、だから中高一貫にじゃあただ入れればいいのか。で、逆に言うと中高一貫である程度もうここで好きな学校があれば偏差値は全然そういうの僕は関係ないと思ってるので、決めてしまえば、あとはもう逆に受験勉強はほどほどでもいい。6年生になるとどうしても、どの塾でも絶対に、授業時間数は増えますし、授業に払う費用はかかりますし、でもある程度自分で決めたっていう風になったら、まあうちの実は手伝ってくれてる今高校3年生の子がすごくいい例なんですけど、その子はもう行く学校を決めたから逆にもう塾を辞めちゃったんですよ。面白いですけどね。で、6年生の10月からそろばん始めて、本当に全く一からやったのに11月にもう産休両方取って、まあ今アルバイトねしてくれてたりしますけれども、まあもうアバカサキとクロムンチンとか、まあそんな感じで、まあね、とにかく、なんて言うんですかね。で、どこを本当に受験勉強で目指しているのか、ね、それは子供も大人もよく考えてみて、もう一回、ね、なんていうか、まだまだ全然、今の人生100年の時代です。ライフシフトって読まれた方、ね、リンダ・グラットンさんの本ですけど、いろんなことで107歳ぐらいまでいきます。で、逆に言うと、もうそんなに早く人生決める必要あるって思うんですね。で、学び直しっていう意味では、もう30歳、40歳の人生って結局ずっと勉強ですから、早めに燃え尽きちゃって勉強がもう嫌になるっていうのが一番僕は怖いと思うんですね。無理やりやりたくない時にやらされて、で、無理やりだからそれで勉強嫌いになったらもう一生勉強しないじゃないですか。それが僕は特にリスクだと思うんですよ。ね。そしたら本当に変な言い方じゃないですけれども、あんまり、役に立たない人材とかになってしまう可能性が十分にあると思うんですね。今日結構だからわざと厳しい言い方を本当にしてますけれどもね、中学受験の見方についてね。だから本当にそんなに、で何度も言いますけど、受験勉強否定してるわけじゃないです。で、好きな人はすればいいと。で、ある程度でもやる気がある人はやればいいと。だけど全くやる気がない人を無理やり勉強させるっていうのはちょっとどうなのかなっていう、そんなお話でした。はい。全く、というか、ほとんどそろばんとは関係ないんですけどね。ちょっといろいろ話してたので、まあ、その辺に関して、ちょっと僕は、全体のこれからですね、ちょっとまだ考えてるだけなんですけど、学習塾をやりたいんですけど、その学習塾の中でも、今はあなたは この習い事とかに集中すればいいよ、みたいな。そんなライフプランニング的な学習塾がちょっとね、まあ、ちょっと過ぎた世代と考えていこうかなって思ってるんですけどね。もっと長い目で見た学習塾。とか、アドバイザーとか、そういったことをね、例えば近くの公立中学校とかの、評判とか、まあもちろんだからここがいいよとか、そういうアドバイスとかも兼ねながら、あんまりそういうところやってること、ところって少ないと思う。だって進学塾だったら絶対そこの、ね、私立に受からせようとするじゃないですか。だからそうじゃなくても公立でも別にいいところはあるので、まあそんなことをね、ちょっとこれから、ちょっとやっていけたら楽しいのかなとか、面白いのかなっていうふうな気がしているので、ちょっとまあどうなるかわかりませんけどね、ちょっとずつ歩みを進めていこうかなと思っています。はい。では皆さんね、またちょっとソロ版と関係ない話もたまに喋っていきますけれども、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。